はい、配信されましたね。はい、大変お待たせいたしました。タゴールソングス、このオンラインのトークは3回目になります。3回目は、撮影スタッフの、メイキング座談会、クロストークという形でお送りしていければと思います。じゃあまずですね、メンバーをご紹介できればと思います。ちょっとお待ちくださいね。あ、まず自己紹介いたします。私はプロデューサーの大沢と申します。よろしくお願いします。はい、これで4人になったと思います。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、どうしても映画というのは監督が前に立つもので、なかなか他のスタッフというのは、こう、表には出てこないものなんですけれども、まずは自己紹介から しましょうか。はい。じゃあ、佐々木さんからお願いします。はい。佐々木と申します。佐々木美香です。この映画タゴールソングスの監督です。よろしくお願いします。はい。意外に手短ですね。はい。じゃあ次はですね、辻井くんお願いします。僕か。はい。映ってる。はい。映画タゴールソングスの編集と、録音をいたしました辻井と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。辻井くんは現場に録音で行って、あと帰ってきてからは編集という形でまとめました。はい。じゃあ次は林くんお願いします。はい。本作の撮影をしました林健二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。林くんは今富山にいます。五箇山にいます。あれ岡山？五箇山です。あ、富山県五箇山。はい。富山県五箇山って場所があるので、ね。あ、まあそうです。五箇山はい。南砺市の五箇山にいます。はい。はい、なるほど。よろしくお願いします。はい。それでですね、これで4人でですね、なかなか集まってトークというのは、実は、今まであんまりないので、今回は実は初めての試みです。本当だったら映画館でですね、やれればね、一番いいんですけども、なかなか今、この新型コロナウイルスの状況で、ようやく、ポレポレ東長野が空いたばっかりというところで、まずはオンラインでやってみようじゃないかというところで今回やってみたいと思います。改めて映画について話すということはですね、なかなか なかったので、照れもありながら話すと思うんですけども、皆さんいろいろ話してもらえたらと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあですね、まず、これよく言われるんですけど、佐々木さんがこの映画を作るきっかけっていうのは、うん、よくインタビューとかでも、いろいろ今話してきてるんですけども、改めて佐々木さんから映画を作るきっかけ、簡単になると、あとこの二人に会ったきっかけ、流れというのをちょっと簡単に説明してもらえますか？はい。私は、外国を勉強してましたので、そもそも映画を学んでいたわけではないんですよね。それで映画を作りたいっていうことになる前に、タゴールのことを知ったりだとか、タゴールが使ってたベンガル語だとかを勉強していくうちに、タゴールソングっていうものに出会いまして、で、だんだんその魅力に惹かれていく中で、なんかこれを研究っていう形ではなくて、その映画っていう形で表現したいなって思っていたっていうのが映画のきっかけで、それを形にしてするにはどうしたらいいかなっていろいろ悩んでたんですけど、その過程でプロデューサーの大沢さんと出会って、そこからスタッフ、カメラマンの林さんだとか、録音編集してくださった辻さん
をご紹介していただいたっていうような経緯でしたね。そうですね。で、それでですね、僕はまあ、佐々木さんは、映画を作ったことがない、経験がないということで、いきなり撮影、映画にするといっても、まあ、誰か経験がある人間が一緒に行かないとダメだろう。ということで、二人に声をかけました。改めて、辻井くんと林くんに聞きます。タゴールについての最初の印象はどんな感じだったでしょう。いきなりね、タゴールと言われて、これですね。これはチラシでも使えてるやつですけども、まあ、インド、バングラデシュという時点でもハードル高いのに、タゴールと言われてどう思いましたか。まずじゃあ辻君が言ってみましょうか。僕か。僕が、最初に知ったのは、その、まあ、事務所があるんですけれども、テーブルにその、佐々木さんが書いた企画書がたまたま置いてあって、それをちょっと何気なく見ていって、そこで初めてタゴールっていう名前を知って、で、まあ、企画の内容をまあ見たときに、まあ、何か面白いなというものを感じてしまってですね。で、それで、まあ、大沢さんに、その企画書について話を聞いているうちに、どんどん興味がちょっと湧いてきてしまったっていうところがあって。で、実際、いろいろな本であるとか、佐々木さんから教えてもらったギタンジョルとか詩集とかの内容を知っていって、より興味を持っていったっていう感じで。でも、やっぱり、最初は本当にハードルが高いなと、本当に偉人って言われるにふさわしい、あの人だと思ったし、これをどうやって映画として構築していったらいいかっていうのはちょっと考えてました。はい、そんな感じです、はい、まあまあ、まあまあ喋れます。よかったの今の。辻井くんと僕はですね、ちょっと真横にいるので、僕の方を見ないのかな。あ、そうそうだ。イマジナリーラインが、イマジナリーラインが。目の前のお客さんに向かって、聞いてる方に向かって話しかけてください。わかりました。まあ別に大丈夫なんですけど。まあね、知らなかったということですよね。はい。林くんはどうですか？僕も、最初タゴールって聞いたときは、本当にもう知らなかったので、で、偉人っていうことも知らなかったので、ただなんか教養としてはあった方がいいような感じだったんですけど、まあ正直なところで言うとちょっとなんかうさんくさいような感じがしました。本当にこう名言集とかがあっても僕の心には響いてこなかったというか、ただその言葉によってこう何かこう動かされてる人がいるっていうのは事実なので、その人たちには興味がありました。タゴールってよりかは、そういうタゴールの言葉、うん、歌で動かされてる人がいるっていうのに興味が湧きました。うん、なるほど。まあ、うさんくさい。ね。この、ちょっとね、今日今写真がないんですけども、まあ、仙人のようなね、どちらかというとこう宗教家のような、そういうイメージでもあるので、ちょっとね、最初とっつきにくいですよね。ただ、林くんが言ったように、僕も最初思ったんですけども、昔いた人の偉い人の言葉ではなくって、今、生きているということがすごく大事だと。で、それが、古典としてではなくって、非常にこう、一般市民に普通に広がっている、普通に、タゴールソング聞かれてるっていうのがとても魅力的なものなのじゃないかなという想像の上で企画がスタートしましたね。はい。で、そんなこう疑念を持ったスタッフと一緒に佐々木さん行ってみてどうでしたか？はい。私もそのなんだろう、実際に耳で聞いてた
だけなんですね。噂でタゴールって人が愛されてて、なんか CD ショップで CD が売られてたりとか、なんか音楽教室でタゴールの歌を勉強したりだとか、タゴールソングで生計を立てている歌手がいるだとか、本当に先生からのこう噂をひたすら浴びてた感じで、私自身もやっぱり疑いが半分あって、でも自分の中にはどこかしらタゴールの言葉に惹かれるっていうところも半分あったので、本当に皆さんが言うように自分も検証するような気持ちもあったし、それを確かめてなんか本当なのかなとか、本当だとしたらどんな風にそれを感じてるのかっていうのを、まさに撮影の中でそれをに出会っていく、そのことが事実であるっていうことに出会っていく過程が映画制作の過程そのものでしたね。うん、ね、とにかくでもまずは行ってみる、行って出会っていくという過程だったと思います。改めて、あ、これでですね、いろいろ具体的な話を、これからしていくんですけども、今もうご覧いただいている方がいらっしゃってですね、チャット欄のところに質問が書けるようになっています。で、これについては、お話の途中だったり、随時、まあ、後の方ででも、その質問、いろいろ拾わせていただいて、まあ、それぞれのスタッフに、聞いていければと思いますので、それについては、後ほどまた、触れればと思います。なので、今のうちにですね、チャットの方で何か質問やご意見等があれば、ぜひ、書き込んでいってもらえればと思います。はい。それでですね、話を、撮影のロケに戻ります。このチームで撮影がスタートしました。こういうふうにですね、撮影中の写真がありますね。これは、3人。まだですね、髪が長い。佐々木さんの髪が長いんですね。いや、もう邪魔だと思って切りました、でも、最初。そうですね。最終向こうの床屋とかで切ってたんですけども、はい、改めて、インドとバングラデシュにロケに行きました。ロケに行って、都合4回行きましたね。はい。はい。佐々木さんは1回行ったことがある。そうですね。ダッカに行ったことがありました。で、林くんと辻井くんは初めてというところで、まず、ちょっとこういうふうに紙で出してきますね。もう、画像を差し込むとかですね。できないんです。いや、できますけど、いや、難しいですよね。まあ、いろいろ。こういう方がですね、いいと思うんです。そうですね。はい。これは、この方ですね。映画の冒頭の方に出てくるところです。これは中心街なんですね。ちょっと見づらいかもしれないんですけども。まあ、こういったですね、明らかに、ザ・南アジアの街並みのところに飛び込んでいったわけなんですけども、最初どうでしたか？皆さん。これは誰からでもいいです。誰でもいい。確かだから、深夜の2時ぐらいに来る方のホテルに着いたの覚えてます？真夜中だった。そう、真夜中で。あ、犬に最初出会いましたね、そういえば。あ、そうだったっけ。あ、そうだ。真夜中の犬が最初の撮影スタートだったよ。あ、思い出した。そうだ。子犬、子犬です。子犬、子犬。子犬、子犬からスタートしたことを今思い出しました。素材のドア頭に。映像の素材の頭にそれが子犬でしたね。ちょっとね、すごかった。本当混沌、明かりが少なくって、うん、ちょっとああいうか来る方のこう古めかしくてこう、うんうんうん、なんとも言えない雰囲気の、まあ、ちょっと怖かったっす、正直。これからどうなるんだろう。いや、怖かったですよね。あ、林くんもそうか。はい。だってなんか路地と路地の間に何かたむろしてる男の人たちがいたりとか、すごい怖かったです、ね、で、その宿に着いたら、そのドアの向こうの床に管理さんの人が寝てて、で、のっそり起きてきて、いいよみたいな。入りたまえ。入りたまえみたいな感じ。いやー、すごい、最初からどうなることやらという。どうなることやら。本当に不安でしたね。そう。で、まあそこから、
まあ、昼間、まあ、コルカタの街を改めて見て、うんうん、でだんだんとその、まあ、宿の人とかその電気街が近い、場所だったんですね、ホテルが。でそういう街並みとか特に思ったのはそのやっぱ、ま、貧しい人というか、路上に佇んでいる人たちと朝なんか特にビジネスマンが闊歩してたりとか、そういう風景が一緒に目に飛び込んでくるのがすごく、新鮮だったというか、日本にはあんまりそういう風景もないのかなっていう風な感じで、すごくが、インドに来たっていう感じをすごくそこで受けたなんか印象がありました、なるほど。そう、改めてお伝えします。プロデューサー、私大沢なんですけども、僕はですね一回も行ってないんですね。お金を出すだけでですね、行けなかったんです。なので皆さんのですね話を聞いてると本当に大変だったろうなと思いつつまあ羨ましいんですよね。はい、じゃあ次回はですね、はい、ちょっと撮影のですね具体的な、人物の具体に入る前に、実際、まあ今言ったように、ついてみて、これは大変なところに来たぞというところで、どんな感じの撮影の日々、その撮影だけではない、まあ、衣食住だったのかというところをですね、ちょっと聞いてみましょうか。例えば、いろいろ、これ、ね、まあ、SNS では時々発信してるんですけれども、ロケの写真というのは、いろいろこう、逐一出したりとかしてるんですね。で、ちょっとアップ。おばさんが何言った。これがですね、なかなか絶妙な写真を持ってきましたね。もう気が抜けてる時の写真ですよ。誰が撮ってくれたのかもよくわからない。多分ガイドの人かな。うん。何かを食べてますよね。本当。チキンロールです。これは。ああ、林くんが好きな。大学の中にある笠原っていうレストランのチキンロールが美味しかったですね、これ。はい。覚えてます。そのあたりですね、一応、プロデューサー的に言っておきます。衣食住のうちの10は、まあまあ、いいところに泊まっていただきました。そうですね。少なくともベッドがある。体の疲れを癒す、ある程度、冷房がある。そういったところに、プロデューサーとしては泊まっていただきました。はい。そこら辺は体力の、ことを配慮して、ね。まあ、もちろんそれほどね、高くはないんですけども。ただ、こう、食、あと、人との接し方とかですね。そのあたり、ちょっといろいろ聞かせてください。じゃあ、まず佐々木さんからいきましょうか。はい。食べ物は、基本的に、そうですね、最初はやっぱり現地の食べ物をまず食べてみようみたいな感じで、そのレストランだとかに行ってましたが、やっぱりこう体のこととかを考えると、我々は日本で日本の食材を食べて育ちましたので、非常にスパイスっていうものが、なんていうんですかね、やっぱり体に蓄積してくると、やっぱり体調に異常をきたすっていうことが何回かありまして、でそれもスタッフによって本当にそのスパイス体制もバラバラでしたので、特に林さんが一番苦労されてました。林くん、どうでしょう。はい、いや僕はもう本当に、お店に行って辛くしないでくれって言ってるのに、その辛くしないレベルがもう僕の上限を超えてるというかです、ね、ものすごく辛かったです。とりあえず辛いです。辛いというか痛いですね。あ、すごい痛いです。はい、そういうこともあったので、途中からスーパーでヨーグルトだとかパンだとかを買い込んで、カップ麺とかを買い込んで部屋でもそもそ食べるっていう生活だったり、サブウェイに行きまくったりだとか、非常に現代的な生活というか、もうアメリカナイズドされた食生活をして、なんとか乗り越えてましたね。お恥ずかしながら、誤解がないように言うと、カレーは美味しいんです。はい、美味しいです。美味しいです。だからそう、すごい美味しいです。定期的に、ただ3日連続では
くとちょっとあの日本人のお腹が割れちゃうみたいなのがあってしばらくそういうカレーじゃないものを食べてまたやっぱカレーが食べたくなって時々食べてみたいな。そうですね、カレー自体は本当美味しくて、僕はそのそう田舎で食べたおばあちゃんが作ってくれたチキンカレーが一番うまくて、それがすごい覚えてますけど、あのこういう写真を見るとこれですこれですね、あの何でしょう、旅行的にはね、あの旅行的にはこういう現地の、食べ物を食べて、まあ、そういったところも含めての、異文化交流、まあ、そういったところをね旅行だったら楽しむと思うんですけども、目的は撮影だったので、はい、はい、林くんも笑顔で食べてますけども、多分、はい、辛いと思っているので、いやここはうまかったよねあ、そうですあのね、田舎のおばあちゃん作ったやつはすごいあの、うん、スパイシーなんだけどお腹にもなんか優しい感じだったです、不思議なもんで、うん、なのでもちろん映画の中では、そうこの映画も実はですね、食の要素が実は一切ゼロ、ゼロですね、うん、もう、そうあのないんですけど、当然撮影、4回1ヶ月にかける4回ですねの中で日々、インド、バングラデシュ、まあ、ベンガルの、カルチャーを常に浴びていたということです、ね、そうですね、うん、はい、でここからですね、ちょっとですね、せっかく質問が来てるのでいくつか、はい、伺いながらちょっと行きましょうか。ありがとうございます。いろいろですね質問を寄せてくださってます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。一番上から行きましょうか、はい、ですね、ちょっとお名前が読みづらいです、ね、トドノトドーさんかな、はい、とても映像が美しいし興味深い話です。撮影はカメラを、どういったカメラを使ったのか知りたいですということです。どうですか林くん。あ、はい、カメラは、キャノンの C100 Mark II っていうやつを使いました、うん、はい、撮影でこう気にしたこと狙ったこと、そういったあたりはどうですか。とりあえずインドとバングラディッシュは暗くてですね、で、うん、電気が安定してなくてこう、うん、チラ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 してるので、すごくそれは、まあ、難しかったんですけども、シャッタースピード上げなくちゃいけないんで、それ難しかったんですけど、ただ独特の陰影が出るというか、うん、あの照明が少ないので、あの影の部分は影があって、で明るい部分は明るい部分があって、すごく雰囲気としては撮りやすかったです、うん、はい。あと林くんが多分最初の時点から言ってたのは、はい、これ少し専門的な話になるんですけども、はい、ベンガルの方は比較的肌が少し浅黒いんですよね、うんうんうん、はい、いわゆるカラコレをするというかですね、青をやってるって、はい、青を意識したいっていう話を多分最初の時点から言ってたなって、あ、はい、そのあたりどうですか。ちょっと技術的な、ね、話になっちゃうんですけど、あ、はい、あ、それはあの、まあ、インド、バングラディッシュの方の肌っていうのはすごい美しいんですよ。あの、うんうん、実際にあの近くで見るとすごく美しくてですね。で、それをこう、美しく肌をどうやって見せるかっていうと、やっぱその、青っていうのがすごく強調できるって、あの、その、グレーディングの時には、まあ、青を足してる部分だったり、抜いたりとかですね、そういろいろしてこう肌をこう綺麗に見せるために結構あのいろいろやってみました、はい、うん、ありがとうございます。辻君そのあたり現場に行って、うん、まあ、技術的な部分のところっていうのはちょっと今回あの趣旨じゃないんですけども、うん、まあ、録音の辻君で言うと音ですねそのあたりはどうですか。 それはもうでも僕もそうですね、本当に意識したのは基本的なことをですね、まあ、あのそのあの歌われてるなり話されてる方の口にこうマイクを向けるということにただ集中をしていたっていうところがあるんですけど、技術的に言うと、まあ、これは行く前にあの林くんとの話で、向こうではあの無線のピンマイク、まあ、ピンマイクってここにあのテレビとかでよくあるちっちゃいマイクをつけて
こう有線ではなくて無線で飛ばすっていう技術があるんですけど、それがインドではどうやら使えないと、まあそうですね、使えないってことがあって、それでその民生機、業務機ではなくて民生機 のソニーの、ちょっと型番忘れちゃったんですけど、あのピンマイクがあって、あ、いやピンマイクじゃなくて、IC レコーダーに有線のピンマイクをつないで、その対象となる人にあの胸元につけて、ここにつけさせてくださいって言ってあって、こう撮影の前にやってましたね、はいはい、私はやってましたね。そうです、そういう形で工夫をしてあの行ったっていうことがあって、まあ、そのことでだいぶ、まあ、あの電車のシーンが、まあ、あのすごく印象的な、まあ、林くんがあの電車の上に上がって、あれディーゼル車かで歌を歌ってる様子を撮るっていう、まあ、予告編でもあるシーンがあるんですけど、そこをそういうところの声を撮ったりとかをして、そこはまあうまくいったかなっていうのはちょっと思いましたけど、うん、あのあと、もともとこれ撮影のちょっとね少しディテールなんですけども、とにかくうるさいですよね、うんうんうん、はい、クラクションとか、はい、だから当然歌についての映画なので、部屋の中にいてもなんかクラクションの音が聞こえるとかで、うん、外のクラクションとか、だから実はすでにね映画をご覧いただいた方はこう見ていただいて、歌の魅力っていうのをすごく語ってくださる方がすごく多いですよね。ただそのために、ここの、辻井君がいかにちゃんと歌を取るかというのをそうそう、まあ、やっていただくというところで知っていただければありがとうございます、はい、思います。それでですね、ちょっといろいろな質問がありながら、ちょっと撮影の実際行ってみたディテールについてですね、ちょっと聞いていってきましょうか。ちょっと質問のお話をちょっと受けながらいきます、すみません、先にご質問いただいていた方ちょっと全部しますが、なるべく拾わせていただきたいと思っております。今ですね、いただいたのがポスターに採用されているタゴールの壁画、コルカタのどのあたりにありますか。あ、これはたまたまなんでしょうか、というところです。はい、これはコルカタではなく、実はダッカの泊まってたホテルがあるんですけど、そこの近くの道沿いの壁でしたね。なのでバングラデシュのダッカ市内のとあるホテルの道沿いの一角の壁みたいなところにありました。 もし詳しい住所知りたかったら教えますあ、具体的にホテルの名前がね、はい、具体的にいいホテルでしたので、私はわりかしダッカ滞在にはそこのホテルをお勧めしたいですね、はいはい、なので、なんでしょう、見つけたのはたまたまということですね。そうですね、たまたまでした、うん、これに関しては撮影に行く前から、これ多分タゴールの肖像とかポスターとか本の表紙とか多分たくさんあるからいっぱい撮ってきてっていう話をしたと思うし、実際めちゃくちゃいっぱいありましたよ、ね、ありましたね、うんうんうん、至るところにやっぱり本もタゴールの本が多いですし、街の壁ももちろんそうなんですけど、コルカタだと公園にもお土産物屋さんの行商の人がいて、そこでタゴールの肖像画だとかを売っていて、そういうところで、撮影したりもしましたね、うん、そう、例えば、これ映画の冒頭に出てきます、うんうん、これはコルカタですね、はい、コルカタのカレッジストリートというところです。はい、本屋さんのおじさんで、今ねここがですね、つい最近のハリケーンかな、サイクロンか、言い方としては、ここの本屋さん、神保町のような本屋ストリートということらしいんですけども、ここがぐちゃぐちゃになってたみたいで、そうですね、写真で見ましたけど、本当に露店なので、そのお店タイプではないので、露店で商売をされているなんていうんですか、ちっちゃい軽トラみたいなやつが並んでる感じなので、
本当にもう本がびしゃびしゃの水浸し状態になっちゃっていて、多分コロナの複合災害って言われてるんですけど、今もおそらくコルカタの人たちは日常を取り戻す作業でもういっぱいいっぱいなんだろうなっていうふうに思いました。うん、なかなか大変。ね、このおじさんはタゴールについていっぱい喋ってくれてましたね。うんうん、どうでしたかこの辺りの撮影の時は。これはまだ比較的初期の方だったと思いますけど、多分初期だったかな。はい、2回目以降だったかな。あ、うん、カレッジストリートは腰の高さまで浸水した。うん、そっかそっか、本当だよ。そう、でも聞いたらタゴールについてとにかくいろいろ喋ってくれる。はい、みんな知ってますね。もうこの通りの人たちはやっぱり本が好きな人が本屋さん知ってるだろうし、買いに来る人たちもやっぱりそういうベンガル語の本を求めてくる人が多いので、やっぱりタゴールって知ってますかって聞くだけで本当にいろんな情報を教えてくれるっていう状況でしたね。うん、あ、こういうふうに。でもこの人なんかはアポを取ったわけではなくって、そうですね、出会った人です、ね、話しかけて出会っていく、はい、そういう感じで、ある程度狙いを絞りつつ意外に行き当たりばったりに行ってきたというような設定ですね。最初はだから本当に、まあ、いかに出会うかっていうのはやっぱそれが肝だろうなっていうふうに3人で共有していったところがあって、本当最初は手当たり次第っていうか、まあ、タゴールっていう言葉を人に投げかけるみたいなことがから切り開いていったような感じなんですかね。まあ、もちろん前もって調べて先生のつてであったりとかそういうことはあったと思うんですけど、でもそれがすごくスリリングではありましたね。出会った時のなんか嬉しさみたいなものはあったような気がします、うんうんうん、偶然の出会いが多かったですね。本当にじゃあですね、どんどん写真を見せながら進めていければと思います。この人もですね、映画の比較的前半に出てきました。いきなり。レズワナ・チョードリ・ボンナーさん、もうプロのタゴールソング歌手。YouTube でも検索したら、3桁万ヒットのレベルで、いる人ですね。バングラデシュで一番有名なタゴール歌手って言っても過言じゃないような方ですね。うん、この人はそもそもどういうふうにつながったんでしたっけ？はい、私のベンガル語の先生が奥田由香先生なんですけれど、先生はタゴールの歌い、タゴールソングの歌い手でもあって、そのタゴールが学校を作ったシャンティニケトンっていう場所でタゴールソングを修士まで収められた先生なんですけれども、その先生と、その奥田先生とレズワナさんが同窓生だったんですね。それで、その友情関係のお付き合いがあって、その奥田先生のご好意で、レズワナさんを紹介していただいたっていう、本当にありがたいご縁をつないでいただきましたね。うん、レズワナさんはこのテレビ局でまず、朝の番組の収録を、撮らせていただいた、はい、あと朝のレズワナさんが、やっている子ども向けの音楽学校ですかね、はい、歌の学校といえばいいのか、歌の学校をやってますね、うん、そこも撮影させてもらいました。そうですね、そのあたり林くん辻くんどうでした？いや、うん、なんでしょう、あ、まあこっちで言うと美空ひばりさんぐらいなのか分かんないけれども、はい、いや、おっしゃる通りだ、あのぐらいかな、やっぱり、はい、すごい貫禄があるんですけど、その懐の深さにすごくグッときたところがあって、まあ、まあ確かにつてはあってきた日本人の3人が来たって感じなんですけどすごくよくしていただいて、で本当に鶴の一声で、本当に大きいスタジオだったんですけど、テレビ局ですね、だからだったよね、だからです。で、まあ有名なテレビ局なんだと推察するんですが、
本当に鶴の一声でスタジオにスタスタと入らせてもらってですね、それこそ収録中の生放送だったかな、あれで僕もまあ録音やってたんですけども、そのまあ録音機にキャノンつって線をつないでですね、その収録してる歌の音源をそのリアルタイムでここに刺せばいいんだっていうふうに、もう向こうからそのスタジオのブースの人がですね言ってくれて、ここに刺せ刺せと、でうまく撮れてるかみたいな感じで、本当にもう出会った瞬間に同じスタッフのように接していただいて、それがすごく、それもやっぱりバングラっていう土地のなんか特殊性なのかなっていうふうに、やっぱり監督が言うようにすごく人懐っこいというか、うん、はい、すぐにこうつながれることに、つながることにあんまり違和感がない人、抵抗ないですね、なんか親切するにも何でも、そうですね、すぐ手をスッと差し伸べてくれる人がほとんどでしたね。林君はどうですか？そうですね、まあ、スタジオ、この撮影の時のスタジオはカメラが何台もあったんですけど、まあ、僕の場所を譲ってくれたりとかですね、ここから撮ると綺麗に撮れるとかですねもうすごい協力的 です、ね、びっくりしました、ね、僕もびっくりした、はいはい、あと子供たち、本当に小学生ぐらいの子供たちの歌ってる姿ね、あれ結構魅力的だったと思う。そうですね、はい、そのあたりはどうですか、行ってみて。本当にリズワノさんの学校は小学校の校舎をその、うんうん、土日利用するみたいな形で学校運営されてたんですけど、その1回の授業につき各クラス各教室で本当にこのちっちゃい子クラスとか上級者クラス中級者クラス踊りのクラスっていうのがなんかこう同時並行でクラスがバーって授業が行われていて、どの教室に入っても子どもたちが本当に熱心に一生懸命歌を勉強している様子が本当に見るだけで伝わってきて、どこを取ろうか迷うぐらい本当にみんな熱心でしたね、うん、ちょっとね今僕進めてみて思ったんですけど、足りない時間、時間ね38分なんですよこれ一人このペースで話してたら終わんないぞと思って。終わらないですね、はい、終わんないぞというか1時間の予定なのですいませんね。そうですね、この仕方はちょっともうちょっとスピード早めますこういうふうにですね、ちょっとこういうエピソード的に思い出しながらいろいろどういう撮影だったかなっていう話をちょっと展開できればなと思います。これですね、映画の中では実はそんなに、一場面ですね、公園で若い、人たちがこう、たむろってるんですよね。これに実は相当助けられた部分があったと思います。このあたりちょっとどういうことか教えてもらえます？ああ、はい。公園に行きました。コルカタのとあるノンドンパークだったっけな、そういう名前の公園があって、うん、まあなんかこうタゴール知ってるやついねえかみたいな感じでフラフラ回ってったんですけど、なんかそのたまたまやっぱり若いグループがこういう写真の感じでこういわゆるダベっていて、いろいろギターをかき鳴らしながらなんか公園で歌を歌ってたりだとか、まあ、思い思いに若者たちが時間を過ごしている様子が本当にもう広い公園のあちらこちらに散らばっていて、そのとあるグループに話しかけたっていう場面ですね、これは、うん、映画の中ではね、まあ、タゴールについていろんな音楽について語ってくれてるんですけど、とにかくでも若者多いですよね。若者が多かったです、うん、本当に、うんうん、単純に人口比率のうちで多分若者が多いんですよ、うんうんうん、日本でなんかこんなに若者たむろってないよな。たむろってないと思いますね、うんうん、そのあたり結構林くんなんかも世代が近い人が多かったっていうのが、はい、そこら辺もやりやすかったんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？そうですね、はい、でいろんなジャンルの音楽を聴いててですね、でその会話がすごい楽しそうで、うんうん、はい、だ音楽本当に好きだなと思いました。タゴールも聴くし、ロックも聴くし、うんうん、EDM も聴くし、はいはいはい、デスメタル、コアメタル、
はい、全部聞かなきゃいけないので、彼らはそういうふうに話してますね。ちょっと前後しますけども、彼なんかも映画を見た人では印象だったみたいで、ラッパーのラビさん、ニザム・ラビさん、彼は、ダッカですね、ベンガルのダッカの方のラッパーですね、はい、あの非常にテクニカルなラップを、めちゃくちゃうまい、フリースタイルがすごいですね、ラッビさんは、はい、そう、このあたりなんかは多分3人は世代的に、まあ、釣り行くはちょっと上なんですけども、世代的にしっくりくるんじゃないですかね。はい。うん。いや、ああ、じゃあ、本当ね。だから このラビさんは、まあ、実を言えば、YouTube で、はい、最初、もみかけしたっていうのがあって、その YouTube は本当に彼が、まあ、住んでいる場所の、なんだろうな、ちょっと寂びれた工事中のビルの屋上みたいなところで、多分みんなで時折集まって、ラップをこうバトルさせてるみたいな、すごくなんだろうな、きちっとした YouTube でもなくて、ただすごく技術があるラップをしていて、うん、すごく気になっていてですね、でも最初は正直本当になんだろうな、なんだろう、もしかしたらその、まあ、ラップ、うん、ちょっとギャングっぽい人たちなのかなとか、ちょっと俺悪い人たちだったらどうしようとか思ってたんですけど、もう出会ったらすごく彼ら自身がすごくなんか自分たちを律してるような性格の人たちで、うんうん、ストイックですね、すごくストイックに真面目に自分たちが生きてるバングラっていう土地であるとか周りの仲間であるとかっていうことをすごく考えてる人たちで、それは本当にちょっとこうグッときましたね。でやっぱりタゴールについてよく思考してる、考えてるっていうことがあって、尊敬してましたね、尊敬してましたね、うん、言葉を扱って目の前の現実とか社会について告発するようなラップを作ってる人が多くて、やっぱり言葉を使う人たちだから、タゴールに対してのリスペクトっていうのもすごく、それは撮影の中とかラップしてる言葉だとかから感じてきましたね、うん、質問でですね、ちょっと今あったのが、翻訳でについてですね、そう、まず、タゴールの詩の日本語字幕は佐々木監督が翻訳されたのでしょうか。あと、日本語に訳しにくかったベンガル語はありましたか。このあたりだと思います。多分、はい、彼のラップは一番苦労してたんじゃないかなというラップを訳すというのは非常に難しいです。苦労しましたね。私だけじゃなくて翻訳していたのは、実はもう一人今シャンティニケトンにいる日本語勉強してるスリップさんっていう友達がいて、彼と一緒にやってたんですけど、まず彼に下訳を作ってもらうんですね。ラップで言ってる言葉をガーって書いてもらって、でもそれも下役の荒役だから、まあ、何言ってるかわからない状態のものをどうやったらこう字幕翻訳として形になるかなっていうのを、もう一生懸命毎日毎日考えて、こう字幕をひねり出して、でなんとかラビさんは韻を踏んでるから、それをなんとかしたいなっていうのをもうなんかもう毎日毎日寝る前までこう考える生活を送ってましたね、この時は。でも楽しかったです、うん、で音楽的なリズミカルでこう身体性のある音楽 でそれ自体は映像で収まってるんだけども、最終的にこう映画としてきちんと歌や言葉を伝えるっていうのは、そうですね、撮影の時だけではなくて、練習も含めてですね。ただ、改めて聞きたいんですけど、辻井君と林君は、言葉がわからない状態で撮影をしていたんですよね。このチームで、ベンガル語がわかるのは、佐々木さんだけなわけです。これはどうでしたか？実は結構重要ですよね。本当、それ結構重要。いや、重要。だから本当、やりながら、手探りで、こう、なんかやり方を模索していったようなところが、最初にあったような気がしましたね。で、どういう方法で落ち着いたかっていうと、基本、まあ、佐々木さんが、話をするんですけれども、で、
まあ、質問者は佐々木さんなんですけども、やっぱりその画角であったりとか、その、うん、今どういうことが話されているのかっていうのを聞いた上でこちら側の行動も、うん、多少変わってくるところがあるので、だから佐々木さんがまあ質問して、で、相手がたくさん喋って、で一度それを、うん、僕らに大体の内容を一度翻訳をして、それを僕らが聞いてっていうリズムでやっていったんですね。だからその僕らに伝える間対象者の人にはちょっと待っといていただいて、休憩タイムがあります、ね、だから結構長時間かかったっていうのは正直、ただそれにもかかわらずすごく長時間、2,3 時間以上やったことあったかな。 2,3 時間ぐらいは一人の方に対して時間を割いていただいてましたね、うん、主要なメンバーの人たちはそれぐらい、おのなは別だったかな、うん、でそれぐらいやってて、でもすごく、うん、佐々木さんがタゴールについて興味があるっていう一点ですごく心よくその時間も汗をかきながら答えてもらったっていうのはすごい印象的でした、ね、うんうんうん、どうでしたか佐々木さんは。あ、でも結局私はその監督としてやるべきこととその通訳することっていう2つの仕事があったんですね、うんうんうん、なので結構頭が本当にフル回転だったので、やっぱり撮影の中で1週間に1度ぐらいは体調を崩してましたね、やっぱり覚えてるのは。それでホテルに1週間に1回寝込んでる間に風景を撮影していただいたりだとかっていう、こうなんていう、そういうリズムが生まれました、リズムが生まれましたね本当にそこは回し回しというか協力しながらやってましたね、いろんな状況に対してどうしようかっていうのは。林くんはどうでしたか、はい、この言葉が分からない、はいはい、まあ、中で何をどういうふうに取るのかっていうところを、まあ、どういうふうに共有してきたのかなっていう方です、ね、はい、はい、もう僕は場作りは監督が場を作ってこうくれてるので、僕はあんまりその人たちの言葉っていうのはそんなに重要じゃなかったかなっていうふうに思います。なので辻さんは結構その言葉を頼りにしてたとは思う、まあ録音なのでだと思うんですけど、僕はその言葉っていうよりかはその言葉を発するこうなんか決めというか、そっちの方が重要だったかなと思います、うん、言い方だったりとか、うん、間の使い方、そこでフレームを変えたりとかですね、うん、そういう、そうですね、どっちかというとテキスチャーよりかはそういうことが僕は、うん、大事にしたかなと思います、はい、まあ映像を見てて、まあもちろんこの映画は、最終的には105分ですね、全部で何時間素材がありましたあれ忘れちゃいました、ね、忘れ要はね、昔はテープだったから時間換算がロールではあったんですけど忘れちゃいましたが、はあ、当然使われなかった場面とかがあるんです。でその中で何でしょう、こう乗ってない時の映像というのは乗ってないんですね。誰かが乗ってないとなんかね乗ってないんです。これすごい概念的な話なんです。乗ってるっていうのはなんかその映像として面白いものが撮れてるぞっていう意味の乗ってるってことですか、うん、結果論として、うんうん、あ、林くん集中力変えてるなとかそう、なんか佐々木さんがつかめてないまま聞いてんなとかそういうのはね、本編では使われてないんですね。そう、そういうものを積み重ねの上で映画ができてると思います。そうです、そうですね。で林くん、カメラマンで言うと、はい、このですね、はい、電車の場面は非常に、今まで見ていただいた人で好評です。もう皆さん、はい、やっぱり列車の上のナイム君が良かったって言ってますね。あ、本当ですか。これに関しては、はい、これね、今更なんですけども、今ご覧いただいた方、まだこれから見る方いるので、ネタバレに関してはある程度配慮しなければいけなかったんですがこれに関しては予告編があるので大丈夫です。
ナイム君というのは高校生の男の子ですね。これパンフレットです。これは予告編でも、ある場面なんですけども、電車の上、さっき言った、まあ、これは法律的にどうなのかよくわかんないですけども、とにかく電車の上に乗るとタダらしいです。はい。うん、じゃ僕はただです。うん、客席の人はお金払ってるんですよね。そうですね。買いましたよ、チケットを。うん、で、まあ、少し説明すると、彼は、両親を亡くした孤児で、こうやって小さい頃に電車に乗って都会に来た。そこをある種改めてやってもらった、その場面ですね。はい。このあたり、林くんどうでしたか？まあ、乗ることに関しては、普通自然な流れで乗りました。そんなに気負うこともなく、うん、安全の確保は、ね、できてたので、うん、はい、その前に電車の上っていうのはちょっと一度上がってみたことがあったので、うん、まあ足場はしっかりしてるなと、うん、はい、で、まあ、ナイム君が上がるんだったら、まあ、上がるのは自然の流れかなっていう、うん、であとはもうナイムは、まあ、この友達作るのがうまいので自然となんかバックのレバーこういう感じになりましたね。はい、そうですね。これ映画をご覧いただくと、この真ん中の子が赤いシャツの子がナイム、主人公の一人と言っていいですね。周りの子たちはその場にいた子たち、たまたまですね。はい、なんかすごいボーイズグループみたいになっていい具合になんか並んでくれて、いい形になってくれてね。そう、でもこの子たちがいい子たちでね、本当にあれどこ行っちゃった、この子たちがね、なんかすごく好青年たち、もうこんな風にね見送ってくれてね、最後バイバイってやってくれました。本当にいい子たちでね、だから本当にこういう人の出会い、一期一会っていうのはこの映画の中にはたくさんあって、これはね、とっても面白いことだと思います。ちょっとね、主要人物の舞台に行く前に、そろそろ時間が切れてます。ただ、ご質問なんですね、バウルについてというところですね、ご質問いただいている方がいらっしゃいました。バウルとカゴールの歌との関係ってどうなんでしょう、というですね、映画の中に出てきました。バウルさんです。はい、ラカンダス・バウルさんという方にアプローチして、タゴールがそのバウルの旋律からインスピレーションを受けた曲を歌ってもらったんですけど、バウルとタゴールの関係は私も正直詳しくは分かってなくて、特にバウルの歌ってそのことについては本当になんか深淵で難しくて、でも非常に面白さはある歌だと思っているんですが、バウルってやっぱりそもそもタゴールが発見する前は全然こうメインストリームのには上がってなかったんですけれど、タゴールがそのコルカタで暮らしてたけれども、シライドホっていう田舎に仕事で移動した時にその村でバウルと出会うんですね。でそれでバウルの歌が素晴らしいということでバウルを紹介したりだとか、バウルの、曲からインスピレーションを受けた曲をまた作ったりだとかして、タゴールが光を当てたことによってバウルっていう人がこう世界に知らしめられるきっかけにもなったし、例えばボブ・ディランとかもバウルの歌から影響を受けていたりして、なんていうかベンガルの実はフォークカルチャーのこう文脈を1000年ぐらいこうずっと引き継いできた存在といいますか、なので非常にバウルという人だけでもやっぱり本が、そうですね、川内有夫さんっていう方が本を書かれていたりだとか、世界でもドキュメンタリーの題材としてバウルって人が取り上げられたりだとかってぐらい、バウルって人は非常に面白くて、そのバウルとタゴールっていう関係もやっぱりそこで相互作用が起こっていて、タゴールって人が取り上げた功績っていうのも非常に大きくて、
あの映画の中では本当に描ききれてなかったんですが、なんかこうタゴールとバウルについてお話しできる機会またあったらいいですね。本当に私も知りたいです、ちゃんと。多分ね、本一冊どころじゃないぐらいの、いや本当情報量ボリュームがある方です。でこの方はね、魅力的でしたね。そうです。でこの人以外にも実はあのバウルの人たちの一日を撮った、撮りましたねバウルの生活みたいな、生活みたいな様式をあの撮らせていただいたので、ごっそり抜けました抜けちゃいましたね朝起きてご飯を食べて歌を修行する様子を撮り、本当はあの良かったんですよね、5人組のバウルさんたちで、はい、そうですね、あのお子様連れのそうそうそうチームのまた別のバウルの方を撮影してたりとかしてたんですけども、ごっそり使えなかった使わなかった残念ながら、はい、そうです。これ撮影のエピソードに関してはね、本当にすみません、あのないですね、まあ、これパンフレットです映画館で売ってるしますし、あとオンラインショップでも今販売しています。まだご覧になってない人あれなんですが、このように主要な人物だけでもこういうふうにいらっしゃいます。今、話に出なかった人で言うと、この、ちょっと見えなかったですね。見えない。ミゲイシタンという、タゴールソングの、歌の先生、おじいさんです。この人と、この、プリタさんという弟子の、女性の弟子ですね。この関係性の部分なんかは、非常にあのツイッターの感想でエロティックなという表現をしている方もいらっしゃるので、がいいのよこのシーンがいいのよって決して別にあの表面上のエロティックではないです。精神的なエロティックさがあるような場面そういったものがある。でやはり予告編でも出てきました、コルカタの女子大生小野さん、彼女はまあ主人公とも言える、一人ですけども、彼女についてスタッフが語り始めると、いろんなエピソードが出てくる。思い出が、彼女と一緒に過ごした時間が長いので、いろんな思い出がありますね。うん、一言じゃあ、小野さんについては、辻井君と林君、いかがですか？どうですかね、林君。小野か。でもね、林くん喜んでたのは、小野菜さん、すごい、やっぱ若いから、その、林くんと食があって、ああ。いつも、なんだ、あれは、フライドチキンかなを出してくれたことがあって、そうですね、林くんが、小野菜分かってるな、みたいな、そう言ってたの印象だった。そんなシーンありましたっけ？シーンっていうか、それはシーンにはなってないけどね。超彼女ですね。チラシの裏面でも使えている。そうそうそう、はい。林くんはどうですか？ああ、そうですね。まあ、その、まあ、女性、おのんなさんの親の世代とおのんなさんの世代っていうのはだいぶギャップがあってですね。うんうんうん、その、おのんなさんのお母さんはもう本当に家事だけできればいいっていうような時代だったんですけども、うんうん、そのお母さんに育てられたおのんなさんがあそこまで、まあ、本編はちょっと控えますけど、あそこまでこう自由に生きてるっていうのは結構衝撃的でしたけど、うん、そう会った時にすごいおしゃれで、はい、でまあ彼女よくよく彼女の話を聞くと、やっぱりあのインドっていう場所でやっぱり自分がまあこういうおしゃれをすることで、なんかこう女性のこう、うん、なんだろうな、立場っていうものをもっとこう自由に表現したいんだみたいな、あの気持ちがあるみたいなことはなんか、うん、あの聞いていて感じるところがあって、なんかすごく考えて行動してる子なんだなっていうのはありましたね。うん、そうですね。そう、彼女はあの非常に毒もみたいな感じですよね。はい、インスタグラマー、モデルをやってますね。実際モデルさんとか、はい、インスタグラムを見てもらえると分かります。おのんなさんのインスタグラムすごい可愛いです。そうですね、あの実は彼女とはね、あのこういうふうに今リモートでのトークというのができるようになってきているので、あのぜひ
回線を通してでもやりたいなと思うんですけども、どうもですね、向こうの回線がどうも弱いらしくて、めちゃくちゃネットの環境が悪くて、私も連絡するとき本当に電話してって言われます。ビデオ通話できないから電話してって言われます。そうですね、ちょっとぜひね、映画館とかでぜひ実現したいんです。できたらいいんですけどね。はい、あの、で今でも連絡を取っている、大体の人は連絡が取れているという状態です、ね。はい、そうですね、連絡取りながらやってます。はい、じゃあですね、そろそろもうあっという間に1時間です。なかなか、ざっくばらんないろんなエピソードトークになってしまったんですけども、改めて最後に聞きたいと思います。まあ、皆さんそれぞれにとって、改めて、まあ、最初の印象は分からなかったと思うんですけども、タゴールについて、あと完成した映画についてですね、それぞれどう思っているか、ちょっと聞かせてください。じゃあ、佐々木さんからいきましょうか。はい。タゴールについて撮った、タゴールの歌について撮った映画で、なんというか最初はこの歌の映画がどう届くのかやっぱり心配で、本当不安と心配スタートだったんですけれど、なんかこの2020年のコロナの状況があって、やっぱり内面のことを考える時間が皆さん本当に長かったのか、それも相まってやっぱりタゴールの言葉がこうスッと胸の中に届いたっていう言葉を感想としていただき始めていて、それが非常にやっぱり私としてはこう苦労しながら作ったものなので、なんか本当に形になってこういうタイミングでこうお披露目することって結構大変ではあるんですけど、やっぱり映画館の座席制限でも良かったなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ辻井くんお願いします。まあ最初、まあ、この場で話してた、まあ、印象があったとそれぞれ話したんですけど、もうすごく偉人で、すごくとっつきづらいというのかもしれないみたいな不安の中で入ってったんですけど、やっぱり、その経験の中で、まあ、佐々木さんが教えてくれた詩集の内容であるとか、実際出会った人たちから聞いた歌で、歌を歌っているその人たちの表情であったり、その背景にあるエピソードみたいなものを知っていった時に、すごく自分の中に入ってくる歌の響きっていうのがやっぱり実感としてあって、それはやっぱり体験しながらすごくだんだんこう浸透してくる感じがあったんですね、うん、それはすごく貴重な、僕にとってはすごい貴重な体験で、歌というものが自分の中に染み入るっていう過程をこう、うん、時間を過ごしたっていうことが、で今では本当に特にお風呂入ってる時とか口ずさみたくなるんですよ、実際に。やっぱりオミテーションが歌ってた歌とか、ことは分かんないけど真似してみたりとか、まあオイクラチャローレはすごく歌いやすくって、つい自然に口をついて出ちゃう、あこんな気持ちで大見哲さん歌ってたのかなみたいなことがあって、うん、でやっぱりその経験をきっかけにこう思考を凝らしていくと、やっぱりタゴールとかその先にある哲学であるとか、なんかそういったものに想像が及ぶような気がして、で歌の力って本当すごいんだなっていうふうにすごく今は感じていて、非常に貴重な体験だったなっていうふうに思ってます。はい、はい、じゃあ最後林くん。はい、最後まあ最初の印象はすごくまあ、うさんくさいっていうふうに言いましたけども、その彼らが歌ってることで、まあ、彼らが一体何をしているのかっていうのは撮影をしながらこう理解していったので、で見てる方もそれが彼らが歌っている歌いながら何をしているのかっていうのを、まあ、解釈は人それぞれですけど、そういった見方もしていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、ただ歌っているだけじゃなくて 歌いながら彼らが何をしているのかっていうのを、うんうんうん、見ていただきたいです。はい、はい、ありがとうございます。じゃあですね、そろそろ、時間になってまいりました。最後告知だけさせてください。改めましてパンフレット、こちらは一部800円で、映画館今はポレポレ東中野ですね、
あとオンラインショップ、こちらでも販売しております。ぜひ盛りだくさんの内容になっております。監督のインタビューはもちろんなんですが、こちらにいる辻くん、林くんのエッセイもあります。どのように考えながら撮影をしていたのかということについて2人の手記もありますので、ぜひ、ご覧いただけたと思います。他にも盛りだくさんです。あと、T シャツをですね、作ったんです。これはロタというレーベルとコラボレーションで作ったんですが、ちょっと林くんと辻井くん、ちょっと見せてもらっていいですか。ちょうど二人白黒持ってるんで。はい。この白と黒ですね。はい。これもオンラインショップと、あと劇場でも販売しております。これはね、数あんまりありませんので、ぜひ早めに。お早めに。はい。じゃあですね、もう1時間ちょっと超えてしまいました。はいはい。これで終わりにできればと思います。最後じゃあ、佐々木さんから一言だけお願いします。まだ劇場公開がね、始まったばかり。そうですね。はい。映画タゴールソングスは、本来は4月18日劇場公開だったんですけれど、コロナのことがあって、6月の1日からようやくポレポレ東中野にて映画を公開することができました。いろいろ応援してくださった方もたくさん多くて、この間大変だったんですけれど、まずは本当に映画公開できて本当に安心というかほっとしてます。でこれから土曜日日曜日明日明後日の上映では舞台挨拶だったり、すごい面白いゲストの方をお呼びして、あオンラインだオンラインでトークをしたりだとか、こう映画をどんどん届けていくためにいろんなことをしようと、今からいろんなイベントがどんどん入ってくると思いますので、もしよかったら劇場で、映画を見てください。で仮設の映画館でもやってるんで、はい、オンライン上でももちろん見ることができます。はい、ありがとうございます。じゃあですね、これでこの4人でのトークは終わりにできればと思います。ぜひ映画館または仮設の映画館で映画をご覧いただければと思います。ではさようなら。さようなら。コメントいっぱいありがとうございます。ありがとうございました。いろいろ読んでます。配信を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。